1962年のコース1962年のルマン24時間レースは30回目のルマン24時間レースであり、1962年6月23日から6月24日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。この時代はフェラーリが強く、この年プライベーターも合わせ15台も出走した。ロータスは FJ マシンロータス22を改造して、 グループ4に合致させた2隻スポーツカー、ロータス23を新たに持ち込んだ。エンジンをミッドシップマウント、繊維強化プラスチック製、ボディカウルを採用するなど戦闘力が高かったが、47号車と48号車の2台について、当初最低地上高が少ないという理由で不合格になった。改善して持っていくと、次はホイールボルトが全4本止めあと6本止めで前後。 ホイールのボルト数が違うという理由で不合格にされた。急遽航空便を使って部品を取り寄せ、後輪4本止めにして持っていくと、今度は4本の目は安全確保が十分でないという理由で不合格になった。最終的には、ロータス23は、ルマン24時間レースの精神に反するなどという曖昧な議論が行われた。わけのわからぬ事態の連続で、 コーリン・チャップマンは激怒して決勝には出場せず、自身の運転により1955年のルマン24時間レースに、ロータスマーク6、またはロータスマーク9の48号車で参加して、以来連続出場を続けていた、チームロータスは、以後のルマン24時間レース参加を、一切取りやめた。フランス西部自動車クラブ車検係の信用は、失墜・性能指数部門で、 フランス車を有利にするため故意にロータスを不合格にしたとして告訴された。出走は55台。完走は18台。オリビエ・ジャンドビアン、フィル・ヒル組のフェラーリ 330LM の6号車が24時間で 4451.255km を平均速度時速 185.469km で走って優勝した。性能指数の1位は パナールルバッソールのセラシーディーディナクーペ53号車が取得した。ありがとうございます。